かさ、ここさ洗面台じゃなくて下にすごいなんかずらりと並んでたんですよ。そう見た、うん、男性の方も一緒かな。蛇口が太すぎて水がすごい出るのか、だから足の洗い場かなと思ってたら手の感じがあったから、あ、洗ってもいいのかなって思って。手洗い専用ですって書いてある。あ、そっかそっか、うん、でもなんかすごく綺麗だしいいところですね。皆さんこんばんは、アジンです。ジェイちゃんです。福島から今仙台のところに今移動してるところなんですけど、夜遅い時間になってご飯も食べたいし道の駅で泊まらないといけないんですけど、シャワーもしたいしね。ペペギは今ちょっと寝てるんですけど、ご飯も食べれて、なんか温泉とか見て、温泉がねだいたいちょっと終わるのが早いところが多くてですね、今一応、夜遅い時間までやってるところを入れました。仙台のところになんだっけ、なんちゃらっていうところです。サンピア、まず今ここが道の駅なんですね、土湯、っていう道の駅で、残念ながらここに温泉はないんですけどトイレもあってすごく助かりましたね。あ、なんかなんて言うんですかこの雰囲気、うん、今でもすぐお化けが出そうな、私は気持ちがポグンポグンになりましたよ。静かで雪が降ってて、なかなか東京ではこう味わえないこの雰囲気、異世界。これを編集する方は素晴らしい BGM を入れてほしいんですよ。そのぐらい、あーでもちょっと疲れたし、ちゃんと温泉やってるところ今とりあえず今向かってます。今雪の道すごい走っていてちょっと怖かったんですけども、エンジンブレーキをうまく使いながら今向かってます。ここからね福島西インターチェンジから入って仙台のところにこれから行きたいと思います。今行きたいところももちろん優先するんですけど、やっぱり1日1回は洗わなきゃいけないから、やっぱり温泉のこともすごく探してましたよね。そうですね、私1人だったらいいんですけど、一応女性がいてそして娘もいるので、やっぱりくつろぐっていう観点よりは温泉入んないとか、お風呂にこう体つからないと楽に寝れなくて病気っていうか風邪ひきそうじゃん、なんか具合が悪くなりそうなので、今ちょっとね長い旅には絶対必要なのかなと思ってますけど、福島なんか来たことない道だし、でも温泉は多いって皆さんも言ってたので一応行ってるんですけども、今もうご覧の通りすごい真っ暗なんですよ。で雪道実際走ってみてどう？スタッドレスつけてから実際雪道走るの初めてなんですけど、私的には本当にわからない、こう雪道なのかわかんない、感じない、うん、私もだからすごいなと思うんですよこれ、うん、すごく素晴らしいアイテムじゃないかなと思います。これはまた広がりますよね、移動ができるところはね、うん、で思ったより数倍も雪って降ってて、これが普通なんですかねこの地域では。ジェイちゃんとさっきちょっと話したんですけど、雪が好きだから北海道とか移住しようかと思った時あるじゃん、北海道まで行く必要ないっていうのが分かりましたもう福島ぐらいでもすごい雪降ってるよね。なんかそういうイメージあんまりなかったけどね、うん、青森ならやっぱりそういう祭りとかも多いしイメージあったんですけど、福島ってなんとなく近い位置からさ東京みたいなもんかなと思ってたんですね。そうだから私も福島って言ったらモモランドぐらいしか考えたことないのに、ここはスノーランドですね本当に。ワイルドな、そんななんか怖い雪っていうよりは優雅な感じ、柔らかい、なぜかソフトですよ。でもやっぱりいきなり通行止めとかね、されたらやっぱり計画とか変更になるかもしれないし、やっぱりいろいろ心配はしています。雪道っていうかもう氷道ですよ道が、まあ、上り坂の時に、まあ、全部譲ってます私は。今何キロ40キロ今ここが40キロですね、うん、他の車が50ぐらい走ってるんで、あー今ガソリンがねあんまりなくてですね、仙台まで残ってるのが89キロですね。そろそろ高速乗るんですけど、ずっとガソリンスタンド探したんですけど、福島特に少ない感じ、なんか群馬もこれよりはあったような気がするけど、うん、ちょっと足りない感じはします。すごい静か。そうね、うん、福島県民の人は冬何するんですか、ね、パチンコもないじゃん。あ、そういえばあんまり見てないかな。うん、畑はすごい多いけど、でも道とかがちゃんとされてるっていうのを見ると、うん、箱根みたいにこう狭くもないし、そうね、運転は逆にしやすいんですけどね。今もう福島西インターチェンジ近いんですけど、あーこれ見て、今日東京で入れたのが131円だったけど139円だから8円高いよ。ちょっとガソリン入れてから行く。
잘 됐어요. あーでも本当に良かったですね。福島から温泉がないわけではないんだけど、24時間やってるところもないし、ご飯とかもちょっと困ったんですけども、宮城県まで来ちゃいました。ぴょぴょぎ昼寝したのがもう夜寝になっちゃったんですけど、これからぴょぴょぎご飯も食べないといけないし、お風呂入らないといけないので、すごい助かりました。入りましょう。ここなんかすごいですね。なんかスーパーみたいな感じだよ。本当にすごいですね。でかいですね。あと今日仙台っていうところを来てて、何も考えずに普通に来てたら、ここ宮城県だったんですね。前からお願いします。あ、はいはいはい。キャンピングカーの問題を、靴をどこに脱ぐのかによって靴がなくなったりする。はい、ちょっとここでちょっと少し休みましょうか。ご飯食べたいな。何食べたいですか？何肉。あー、いいね。仙台と言ったら皆さん肉じゃないですか。ここ多分仙台で一番大きいやつじゃないかなと思うよ、ここ。あと仙台って言ったら福島の次なので、どういうところなんだろう。まあ雪国かなと思ったんですけど、繁華街ですね、ここ。東京みたいな感じ。本当にわあ、これ旅の中で出会った温泉、サンピーヤ、超でかいですね。あれもあるよ、なんかジムっぽい。ジム。しかも今すごい駐車されてるので、500台入るって書いてあったんですけど、ここが仙台のセンチュアリーじゃないですか。センチュアリー、聖地じゃない。なんか結婚式場とか、なんかホテルみたいな入り口だよ。病院みたい。病院、総合病院ですね。中では多分撮影を控えめにした方がいいと思うので、ご飯食べる時だけにしようか。さ、皆さん、ちょっと衝撃なことがあってですね、ここね、小学生以下の子供は入館できないって書いてあったんですよ。他のところを調べてる最中です。どこにもお風呂入りたいからね。すごい素敵なところなんですけど、ご飯食べたよね。ご飯食べた。すごいスッキリしました。皆さんも顔を見てわかると思うんですけど、宮城県まで来てお風呂入って、さっき入ったところがぴょぴょぎが入れなくてね、また10キロぐらい移動して、今ゆうゆうっていうところでお風呂入ったんですけど、わあ、スッキリした。疲れてお風呂に長くいることすらできなかったんですよ。ぴょぴょぎも疲れててずっとご飯食べたいっていうことで、まあ、ちょっと残念なのが、ここ今レストランがもう時間がもうやってないです。今もう9時過ぎなので、また別のところにご飯食べに行くしかない。キャンピングカーで車中泊の日本全国の旅っていうことが、初心者なのでこんなにね、時間が間に合わなかったり、ちょっと無理なスケジュールをしたかもしれないけど、でも一つまた学びました。家族が安全に、そして気持ちよく寝れるっていうのも、まあ明日の日程のために必要ですね。支障が出ないように。でも今日ぴょぴょぎが自分でお金入れてコーヒーを取る練習もしたし、素朴にこういうことができてよかったなと思う。で、日本の温泉、まず全国どこ行ってもあるっていうイメージなので、こうやって寄ることがいいですよね。もちろん私の場合は福島から移動して、え、なんで温泉をわざわざそこまで行ったのっていう人がいるかもしれないんですけど、どうせ移動するところなので、まあ、無計画でここまで、まあ、来るしかなかったんですけど、で、韓国の温泉はここまで多くはなくて、日本はまずどこにもあるっていうことで、まあ、くつろげることができます。まずこれからご飯食べに行きたいと思います。あ、キャンピングカー1台来ましたね。やっぱりここ温泉入るためにみんな来てると思います。ビビンバなのに色が白い。
はい、ご飯を食べて戻ってきました。え、今日はね、ちょっと予想外のこともあったんですけれども、温泉というところは私にとってすごく日本の国内旅行で欠かせない存在っていうか、いつもとても楽しみにしてるところでもあります。よくキャンプに行くんですけど、キャンプの時はほぼ必ず温泉の方にも寄ってるんで、毎回どんな温泉かなっていう期待をしながら旅に出たりするんですよね。実際温泉っていろいろいい効果あるじゃないですか。肌の保湿が良くなるとか、疲れが取れやすくなるとかあると思うんですけど、あの気持ちの面でね、本当にリフレッシュができてすっきりした気分になるので、私は温泉に行くことが大好きです。今回歴代長い国内旅行になるんですけれども、毎日違う温泉を探していく旅行にもなると思います。大根が浮いてたり、なんかいろんな体にいいものが浮いてたりしてる、そういった派手なところも好きなんですけど、本当にこう歴史が感じられる素朴なところでも好きなんですね。今回は東北の旅になるんですけれども、今まであまり経験してない東北ならではの温泉がまた見つかるといいなと思います。皆さん旅は続きます。ウピョギバイバイ。皆さんアンニョン。こっち見て、アンニョン。バイ。